はい、みなさんこんにちは、ホイッツアップスターズタートの大神田はい、みなさんこんにちは、ホイッツアップスターズタートの大野です。そして大川坂です。宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日もね、ワンパンマン12マジホイッツやっていきたいと思います。はい、ということで、こちらギョロギョロです。おお、ギョロギョロ、ギョロギョロです。怪人協会の参謀やってるので、うんうん、まあ、こいつ自体はこうやってこうやってこうね、あの、はい、参謀だからこいつ自体があんま戦うことないんだけど、うんうんうん、はい、はい、というのを見ていきましょう、はいはい、まずはこちらですね。情報偵察、偵察で選択した敵艦隊を攻撃力が最も高い味方がその敵を追撃するということで、うんうんうん、ギョロギョロはもう、はい、その後に一番強い味方がこうガンと殴ってくる。指示出し、指示出しが、ね、そうそうそう、じゃあ攻撃力高いやつと一緒に連れていく。実質だからその強いやつが2回殴ってるみたいな感じ。なるほどね。150% のダメージを与え、HP をね、上限を減少するという。はあ。これ初ですよ。うん、これが初。これ上限を減らすということだけど、例えばだからもう、まあ、HP が 100% あったら、それをこうゴンとそれ以上回復できないようにするっていう。はい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 、はい。実質的に、あの、まあ、結構最初の方で打つとダメージが入るみたいな、うんうん、割合でね、みたいな感じになるので、かなり強いですよ。いや、ゲームで割合ダメージは強いからね。そうそうそう。そして、境界参謀、味方全体の HP 上限を2ターンの間アップする。だから逆に、これも初、うん、HP 上限、こっちもこう、HP 上限を上げちゃうっていう。はい、あら、アドがすごい。特性を持っておりまして、はい、あれはもう HP 差がもうえぐいことになるという。そうですね、まあ、地味に嫌だな。さて、同列の味方が怪人である場合、ギョロギョロが受けたダメージを 50% 分担するということで。ほう、まあ、だから受けて、ダメージ食らうけど、ちょっと負けようっていう。あ、じゃあギョロギョロがそうのことをもう守ってくれる。守ってくれる。なるほど。ギョロギョロがちょっと生き延びやすくなる。なるほどね。はい、ような特性も持っております。なるほど。はい。フォロースキルも強くてね、あの1ターンごとに3ポイントのエネルギーを獲得するってね。で、まあ、バトル開始時に1ターンの間味方全体が投資状態になるという、まあ、上級効果を持っているんですよ、はい、HP 上限のアップ効果を4倍にするというね。ことで4倍、まあ、回復効果もついてるんですよね、はい、まあ、より HP で差をつけていきやすい。フォロースキルを持っている、なんか、ね、そうなんです。なんか隙がなさそうな。しかも特殊もね、編成することによってフォロースキル活動するので。特殊なんですね。格闘一体と、まあ、上級だとね、特殊3体となってますけども、格闘一体と特殊3体、まあ、4体で発動するコアスキルとなっております。はい、ということで、まあ、これまた環境が激戦するんじゃないですか。ギョロギョロ環境できるかもしれない。まあ、まずは引いてみないと。おぉ、いいっすね。いや、でも馬場殿さんに似てるんで、似てねえよ。これに似てるって相当、どういう状態で。いつもそういう格好してるじゃないですか。こうやって。こうやってやってるし。じゃあ、このファミツアップスタートの参謀が行ってきますか。いや、お願いします。行きます。ワンパンします。さあ、まあ、ここよ。お前、我々も。おっ、おっ、えおっ、おっ、どうすか。あなたに。あっ、プリプリじゃん。あっ、フェズナーじゃねえ。フェズナーじゃねえ。ちょちょちょ、もう結構バドロさん、引き強い気がするな。これ引き強いでしょ。引いてくるな。まあでも最初にね、SSR でやってたから情報範囲、情報範囲で来ます。どうかな。どうすか、どうすか。あー、どうすか。あー、あーじゃねえよ。もういないんだよ。なんか SSR 今日引きいいっすよ。いませんので、はい、ちょっと次行きましょうか。頼む。どうだ。まずはうーん、うーん。しかも1個しかない。SSR も1個しかない。ババゾノさんの条件減ってきたので、ね、ちょっとこれシリスボムになってるから、ちょ最初が一番お願いしますよ。お願いしますよ。そろそろ待ちに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 待よかった。すごい。イエース。ギョロギョロやりました。はい。ということで、いや、よかった。無事に結構早々にして立ってる。はい。さっき座っとった。座ってたから。ね、立つ時ある、はい。ということで、まず早速ね、はい、ギョロギョロも使っていきましょう。はい。なんとですね、既存コンテンツもアップデートされますということで、いはい、この王者挑戦、うん、こちらにですね、なんと、ナイトメア。悪夢じゃん。来ちゃった。いや、難しそう。見て、こっからのこの変化。うーわなってる。
まず、圧がすごいですね。もう露骨にむずいみたいな口出してるから、ね。嫌だな、これ。はい、今やっぱエンドコンテンツですよ。なるほど。交わりのね。本当の上級者が手を出す。そうそうそう。なるほどね。ところで、こちらにちょっとまあ上々でね、挑戦していこうかなと。もう早速。思います。はい。このぐらいかな。まあ一旦これぐらいちょっと手を打ちますか。一旦ね。ということで、今回こんな感じの。お壊してる発動をしてます、うん、でまあ竜巻はまあ結構ね、はいはいはい、あのまあ強いイメージ人気なんで、うん、まあ、持ってる人も多いんじゃないかなって、はい、なるほどね。あのやっぱりあのダメージをこう分け合うことできるんで、はいはいはい、あのフェニックス男と分け合うんで、なるほどイメージでフェニックス男もまだ復活するんで、うんうん、はい、強いじゃん、相性良さそうですね。はい、コンビでいい。さあまあ天空王ですから、めっちゃ出てきた、まあ、ウェーブ1でこれまだね、はい、じゃあちょっとギョロギョロなんか凛々しい顔してる、はい、本当だ。じゃまずはまあみんな大好きですよ、ガロウ、はい、まあ、強いよね、まあ、全体攻撃サクッと削って、ガロウいいな、まあ、HP 見てこっちの HP、 あ、なんか2本なんで強くない、はい、これこれギョロギョロの能力ですから、ギョロギョロ、はい、なんかこいつ入れてるだけで私じゃん、はい、そうよ、もうこの HP 差ね、あ、これは見た目で分かる、この HP 差 25% 減を打つまでもないってことですか、はい、そうです、負ける気がしないじゃん。ここからこれガローが殴っていく。殴った。そうなんだ。でもこれがだからもう実質ガローが2回殴ってる。それ強いな、ガローが。ね、殴られたけどさ、一応 25% 増えてるわけだから。さあ来ました、ベイブ。あ、来たよ。さあここもね。まあまあ、痛いけど。まあ先手は譲りますよ。まあここから、ここから始まるから。めっちゃ削れてる。よいしょ。さあガンガン行こう。もらえてるからね、ポイントもらえてるんで、必殺技も打ちまくれるから。ワンパンできますよ。そっか、ワンパンできますよ、ね。ワンパンしたらもうお話終わるじゃないワンパンしたらもう関係ねえから。さあ、じっくりいかせてください。あ、ギョロギョロの通常攻撃自体は弱いんだ。うん、そうそう、弱いんだよ。ヌンってそのガロがやってくれるから、なるほどね、強いんやっぱ三本なんだな。そうそうそう。偵察するだけだから。さあ、来た。セロ、ここワンパンできる、ここもやるでしょ、もうワンパンできる、痛い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 、やばい、めっちゃ削られたよ、はい、まずくない、まあ、ちょ、一旦ちょっとこいつ見るんですか、はい、ピボーンつってちょっとバーン出てくる、はい、じゃあフェニックス男は復活するんで、フェミを復活した、はい、これでまた打ってみましょう、ここで続けるちょっと温めてから、うん、あのボスにぶちかますってことですね、必殺技ね、はい、ちょっと注意点が必要で、一部のボスうん、には、の上では減りません、ね、あー、一部の、そうなんだ、はい、これだから、これが一部もできない一部のボス、これ、はい、これはほら、上限削ったら、本当灰色になるから、はいはいはい、あー、これは効かないやつなのか、これはちょっと何だか効かないんだけど、まあ、でも、効かないって言っても、あれなんで、うん、全く効かないんじゃないんだね、ダメージが入るから、うん、なんで、はい、あとはこれで削っていけば、勝てるでしょう、なかなかどう、まあ、自分の味方のね、あの HP 上限が上がってるってのも大事なんで、かなりちょっと、いや、それこそはい、ということで、無事勝利ということで、ありがとうございます、ジョロジョロさん、時間なく発揮できたんじゃないですか、はい、ジョロジョロさんすごい、いや、ジョロジョロさんがすごいですはい、そしてね、はい、今、報酬画面、はい、見てもらって、報酬画面、はい、これ、あの、んっていうこのブーストカードの改造素材のとか、うん、手に入っておりますけども、これ何なんて、はい、なんすか、はい、ジョロジョロが、もうちょっと見たい、なるほど、じゃあやっていきましょうリアルタイム対戦、いきますよ、もう20番目、体力削り、はい、体力上げ、はい、ギョロギョロやばそうだけどね、いや、ゾンビマン、いや、ゾンビマンでしょう、それは、それは強いんだ、ゾンビマンでしょう、さっき竜巻だったところをボロスに変えて、ボロしようかな、行こうかな、怪人中心の、はい、感じに行きましょう、これだそれは俺らが今までめっちゃ紹介してきたやつらを詰め込んだ俺はこれが強いって教わったよね行きましょう、ジョロジョロの力見せていこう、ゾンビマンの力見せてやる、さすがにフラッシュが先行、いや、まあ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 そうよ、まあそういうことこそフラッシュを、はい、フラッシュ、まあ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 、こっち HP 上に上がってますから、ちょっと HP 高すぎな、はい、まあ、もう一回やめてもらっていいですか、ドンして、ちょっと待って、ガロのままいいですね、はい、はい、フラッシュです、ここからこれ入りますから、はい、やめてー、 HP 上限足ります、あらしかもダメージもやっぱでかいし、そう、えぐいよね、なんかやっぱ回復できないのが、そうそうそう、もうあれは戻ってこないから、
別にこの戦いの中から中には戻ってこないでしょう。やめて、はい、あーちょっと HP が、あもういつからもうそんな戻っちゃって、あこれフラッシュ落ちるかも。やめて、フラッシュ追撃させて、NX 男、え、耐えて、あー、え、怖え、終わった、ゾンビマン、いや、まあ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 、ちょっと HP 高すぎない、頑張ってもらって、あーもうこんだけ削れてるんで、あとはもう今日、リタイアは持ったもんでもこんな削っちゃったら、まあ、今からこれ打ってもしょうがないんで、まあダメージはね、あるけどね、そうそうそう、なんで、まあね、追撃とかコンコミでやって、ドーン、ちょ、やめてよ、やったりとかね、ゾンビマン生き返れ、すぐ生き返れ、あーおっ、おっ、え、ちょ、待って、俺も行きたい、あらああ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 あ、はい、ギョロギョロ、どうすか、もうババゾンさん嫌いです持ってます、ね、いや HP 高いからもうね、うん、まだかよ、そうだよね、先が遠いわ、そっちを減らしてこっちは増えてるから、そうそうそう、その差がすごくなんかでかく感じるよ、うん、もう精神的にも辛かったはい、ということで皆さんも使ってみてください、はい、さあ、さっきね、ちらっと出てましたけども、はい、ブーストカードもね、ちょっとじゃあ詳しく見ていきましょう、はい、新しくね、まあ、ナイトメアという、はい、まあ、難易度を追加されまして、はい、なんと報酬も追加されております、それがブーストカード、ブーストカード、ブーストカードね、はい、これはじゃあどう使っていくのか、はいはい、紹介していきましょう、これあります、はい、カード交換のところにあります、これの一番下、増えてる、ブーストカード追加されております、こちらですね、うん、これは、まあ、そのキャラクターによって装備できるブーストカード決まっておりまして、うんうんうん、例えば、これ上流だったら怪人のブーストカードを設定することができます、はいはいはい、これじゃあ竜巻はこれはつけないですね、そうだね、これ今なしだ、そうそう、それからつけるやつにはこうやってプラスマークで出てますので、こいつにつけていきましょうというですね、なるほど、まあ、なんでこいつ、まあ、例えば HP 増幅とか攻撃増幅とか、まあ、色種類あるんで、はいはい、まあ、例えばまあジョロジョロだったらまあ HP 上げといた方が、うん、まあ、生き残らせたいんで、うんうんうん、そうだよね、これもつけた方がいいのかなっていうところで装備されています、はい、おで、さらにこれ強化できるので、うん、なるほど、はい、さっきね強化素材が出てましたね、そう、これ強化して改造していきましょう、はい、さあこれでバーが出ました、でこれ暴力が今上がってるね、さらに改造、はい、暴力パーセント、もう一回改造してみようか、あ、今度また暴力が上がった、レベルが上がった、はい、ということでこっからさらに改造することによって、あー、ステータスが追加されていくんだ、はい、攻撃力が上がったりとか、あ、すごい改造することができますもん、なるほど、あーもう、あ、すごい、引きがすごそう、あー、すごいすごいすごい、これもね、上がっていくんですよということで、でさらに、精錬もありますから、うーん、効果が上がるっていうね、あー、なるほどなるほど、増幅とかの効果が上がるというようなものもありますんで、さらにあのキャラクターの、ね、性能を底上げする、うん、はい、育成要素としてこれを追い上げていくことができると、いやこれは結構、うん、エンドコンテンツとしてやりごたえありそうですね、はい、まあ、これを周回して、うん、このねブーストカードを強化して、はい、さらにキャラクターを強くしていっていただければと思います、さあということでやってきましたけども、いかがだったでしょうか、いや、トラウマになりましたギョロギョロの時代になるかもしれないですね、そうだね、まあ、やっぱね環境はやっぱ新キャラ出るために移り変わっていくけども、うんうんうん、俺はね今までの環境ともね、まるで戦えそうだ、かなり影響力のありそうな、はい、対策した編成とか出てくるかもしれない、はい、そうですね、はい、なのでぜひ使ってみてくださいということでね、9月1日にギョロギョロとかね実装予定なんですけども、フォロワーリツイートキャンペーンが、ね、ツイッターで実施される予定なので、マジファイ公式アカウントもぜひチェックしてみてください、ということでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ。